白そうな本がたくさんあるんです。目移りしちゃいますね。どれから読もうかな。ちょっとよろしいですか。ルーティエのことなのですが、昔から各地を転々としていたせいか、同じ年頃の子供たちと触れる機会が少なく、引っ込み思案で人見知りが過ぎる子になってしまいました。これを機会にルーティエにはそれを克服してもらおうと考えています。ジーク、妹に目をかけてやってください。ええ、仲良くしてやってくださいということ。五老体の話、なかなかためになるよ。先人の話に耳を傾けるのって大切なことだよね。そんなわけないじゃん。お茶受け目当てなんかじゃないってば。あ、ねえ、ユージェン見なかった？ちょっと頼みたいことがあったのに、目を離したらもういないの。遊んでないで、少しは手伝ってくれてもいいのに。見つけたら、私が探してたって伝えてくれる？お昼ってつまんないね。だって空見ても星がないんだよ。雲、へえ、形変わるの。あ、変な形、見っけ。ほら、あそこだよ。お風呂、お先にいただきました。一日の終わりはやはりこれですわ。つい長湯してしまって少しのぼせてしまいました。夜風にでも当たってまいりますわね。風が気持ちいいですわ。今晩は一段と星が輝いて見えますわね。なぜでしょうね。一句ひねりたいところですけれど、すぐには思い浮かびませんね。この町は夜になると治安が悪化しますね。そこかしこに柄の悪い酔っ払いが。まったく、この町の役人は何をしているのでしょうか。見回りもせず詰め所で酒盛りとは一体何を考えているんですか。問答無用。その堕落した少年、私の徹底指導で更生させてあげます。